どもどもこんにちは、私です。今回は今季最強武器の SA58。反動が今季の調整ですごい変わったんだったな。そうそう、前期とは別の武器なのかってくらいマイルドになってて使いやすい。だから今回はカスタムも L ごと値段重視で適当カスタム。レンズとサス素材の交換品をマズルフラッシュに変えてサイトとライトつけただけだな。そそ、前期からあの交換はよく使ってたけど、今季はよりカスタムする必要がなくて安い。このカスタムも今まだレンズ高いけどそれでも16万ぐらいで作れる。もう前期のカスタムより安いのな。そう、だからコスパも最強。やべ、人来た。あ、やれたか。一人かな？いや、これまだいるか。銃が見えてるぞ。こっちから撃てそう。はぁ？硬すぎる。え？さらに別？もう一人。オッケー。最初のサーバーの人たち3人だったんだな。それにブラック螺旋枠かな。もうブラックいたし今回人多そうだ。にしても今のすごかったね。マジで反動ないし敵解ける。弾も今期は M62 がたったの6ドルで買えるのがヤバいな。交換通弾大体バンされるかクラフトに行くかだったのに、なぜか M62 は安く購入制限も緩和されて意味がわからないね。まあ前期は MK か416か M4 しかいなかったしな。まあね、今期は意外といろんな武器使ってる人見る気がするしいいのかも。じゃ少し弾込めてから残りの敵探しに行こう。銃声しないし、とりあえず倒した人の装備見てようかな。4人倒れてるし、あさられたら帰っちゃいそうだし。だんだんラボでの敵の装備良くなってきてるな。確かに、あさり目的のハンドガンとか軽装 SVT とかもいるけどいい装備もいるね。お、これ最初倒した人スピアだったか。意外と使ってる人いるな。私めっちゃ高いから全然使えてないんだよね。ライトキーパータスクやろうかな。と、銃声だ、どこかな？方向的にはガラオフっぽいが。見えないな。あやばやば。危ないな。重量オーバーで鉄床走るの良くないね。重量オーバーだとキッチン側まで聞こえるんだな。とりあえずスピアは置いておこう。ガラオフとは別っぽいからあまり動けないな。敵は詰めてくる気があるっぽいが、ここで撃ち合うと魚振られるな。とりあえずグレー入れられたらやばいけど防げ、なんとかやり過ごしたい。ガラオフの敵も気づいて動いてるな。ガラオフの方が詰めてきてる。これがラオフィの敵を私だと思って動いてるな。やりきれんか。うわ、見えないところで撃ち合っちゃった。削ったアスバルボイホーは倒されたな。敵はベクターか。ヘッショ怖いし、できれば先に位置掴みたい。しっかりとは位置把握されてないかな。もうバレてもいいか、動こう。エボン横の PC あるところかな。やばい、キッチン側で足音したし魚振られるかも。ドアから見てないか注意だな。ウェボン裏行ったか。ここはサクッと終わらせてキッチン行こう。オッケー。ちょうど船だったか。意外と出てきてて危なかったね。キッチンの方はあまり動いてなさそうだけど、とりあえず弾入れよう。弾入れて入ってきたはいいけど全然足音しないが。銃声にビビって逃げたか？逃げたとしたら Y 方面か L の方に近いったかな。でもそこの右の中は見てないからいるかもだし警戒だ。あ、木の足音。下にいたみたいだな。上がってきてキッチン前に来たね。来た。オッケー。ちょっとヒヤッとしたな。自分から出た方が良かったかもね。で、これでとりあえず7人倒されてるの確認してるかな。いるとしてもあと2人か。でもこれあとはほぼ地下ぐらいじゃないかな。今の人は Y 側から来てるだろうし。まあ漁りつつクリアリングでいいかもな。だね。ここで2人だね。
てある。やっぱりいないし終わりなのかな。ボタンも押されないし地下もいないかもな。だね、じゃあ去り始めちゃおう。あ、ここで一人倒してたんだ。アスバルっぽい人がここで倒して漁ってたのかもな。かも、で私が出てきたと。うお、スピアぶっ刺さってる。直立してるな。レーダーも借りたいしガンガン鳴らしてこう。あ、レーダーはいたのか。ハイド対策に帰宅ペイント入れとこう。この人がスピア持ってた人だね。アーマー削れてないし全部取り替えちゃおう。このプレート以上に軽いし強いよな。でも偽売りは HPC を交換するしか手に入らないからね。まあハイドアウトで CPC クラフトすると無限に増やせるけど。レーダーか。よし、一旦装備置いて次あさりに行こう。あ、レーダー仲間出てきてるね。終わりかな？
scav ahead! あぶな、まだ二人いたのか。この人 VSS だったのか。今期は VSS 弱いし全然見ないな。アスバルが強いからね。わざわざ VSS 使うのは見た目好きだからとか以外ないかも。今回圧縮リブ対応でいいね。いっぱいアイテム詰めれるしガンガン漁りたい。よし、一旦また置きに行こう。時間ないし 3DTG 使っちゃおう。運爆速。
時間ないしこんなもんで終わろう。そういえばグリーンはされなかったな。ああ、でも時間さすがにきついな。これは諦めて帰宅だね。じゃあサクサク整理してこう。マジか、意外と埋まらなかった。リブがいい時に限って漁りきれないな。やっぱラボ一人で漁るより二人ぐらいで漁る方がいいのかもね。ここのレーダー漁ってなかったし適当にアイテム詰めよう。ってことで今回は SA58 使って遊びました。安めなのにめっちゃ強いので今日武器使いたくなったらぜひ。それじゃ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。